はい、リカモリアットワイフです。今日はヒリーをつけていきたいと思います。これね、ヒリーなんですけど、ちょっと波形がね、今までのヒリーとはちょっと違う波形になっています。ちょっと、ね、こんな感じの、波形になっているので、す親株仕立てを作っていくんですけど、子株が出たら、パパの方が新しい名前をつけようというふうに言っていました。波形のね、違いがこんな感じ。結構ね、すっごいしっかりした、あの男らしいヒリっていう感じですね。で、今回はね、一番、親株仕立ての最終形というか、こういうふうにしてっていうのが最新版は、こっちの、根が回りやすいように網、このネットをね、切ってあります。真ん中の方だけだから、そこに合わせて板付けをしてくれってことで、あとヒリーはね、板付けするときにもうここ、こういうふうに結構貯水がね、もう曲がってしまっているので、もうしっかりここをバキバキしてつけてくれっていうことでした。でヒリーとかに関しては、子株に関しても結構私バキバキしちゃうんですけど、もし板付け依頼お願いされてもね、それでいいと思っていてくださいっていうのもなんか変だけど、なんかこっち引っかえちゃったか。はい、じゃあバキバキしながらやっていきたいと思います。こういう向きなので、ちょっとここをやっておくと斜めに傾いてるので、少しこういう向きでつけていこうかな、つけていこうかなと思います。新しくもう貯水が出てきてるのでね、こっちの方にも。なのでもう古い貯水用は気にせずバキバキにしてしまいます。で親株仕立ての動画を作るときに、結構皆さんも参考になるように、あんまり余計なことを話さないでおこうと思って、できるだけ余計なことを言わないでつけてたんですけど、今日はね、まあちょっとおしゃべりしながら板付けしていこうかなと思います。こんな感じでね、網そのままこっちがあると、こう噛んでしまって取るの大変だからっていうのもあるのかもしれないけど、まあこっちを取ってつけていきましょう。最近はね、近くの図書館にね、よく息子と一緒に週に2回ぐらいは行くかな、行って本を借りてるんですけど、幼稚園に今行かせてないので、幼稚園から借りてくる絵本もなくなって、もう家の絵本はだいたい読んでしまっているのでね、図書館で新しい絵本を読んで楽しんでるところですね。そうそう、最近ね、夜寝るときにね、家族みんなでチューするんですけどパパが部屋に来てね、まだ仕事があるからってことで、子供たちにも私にもお休みのチューをしに来たら、息子がすごい怒ってですね、またもうすごい怒ってたんですよどうして怒ってるのって聞いたら、さっき僕の宝物と約束したのにって、ママは僕の宝物と約束したのに、なんでパパとチューするのって、マジの怒りで怒っていてパパは息子にやきもち焼かれるっていうね、出来事が起こりました。幸せですけど今後明日から、今日の夜からパパにお休みのチューしてもらったら、息子が怒る可能性が出てきましたねそんなことがあるんだと思って、いまだに思い出したかのように結婚しようって言ってくれるんですけど、私結構もうずっと家にいるとね、やっぱり怒ることも増えてしまって、息子は怒られて、コロナがないうち、幼稚園に行ってるうちの方がね、怒られないでね、いいんじゃないのかなと思ってたらね、それでも結婚してとか言ってくれるので不思議だなと思っていますね。
僕の宝物ってさっき約束したばっかりなのにってもうマジで怒ってて、うちあの寝る時にねできるだけカーテンを開けて朝日が入ってくるように寝てるんですけど、あの遠い目で星を見ていました面白かった。こんな感じ でここね持ち上がってしまっているのはもうちょっとどうなるか分かんないな。もし綺麗につかなかったらこっちもパキッとした方がゆくゆくいいかもしれないけど、まあこんな感じ であんまり水苔入れないでくれってことなので、まあ、だ中に落ちるぐらいでこれぐらいにしようかなと思います。今の時間はね発想にパパと一緒に発想に行ってる時間帯なんですよね。息子はいつも日課でパパと一緒に発想に行って、まあハウスの水やりの間待ってるって感じなんですけど、よしこれで仕立てていきましょう。私ね結構あのヒリーもね好きな品種であるんですよ。こういうあのこういう丸くなるというかあのつるんとする貯水の感じとかすごい好きで、あのヒリーねあの仕立て綺麗に仕立てないとあの綺麗に貯水が巻いてこないので、少し仕立てるの難しいかなって思う人もいるかもしれないんですけど、ヒリの貯水用こそ本当にかっこよく仕立てるとすごいいい感じになるので好きなんですよね。ヒリあんまり入れすぎないで使っていこうかな。パパがね誕生日プレゼント何が欲しいって言ってきたんですけど、私すごくこの YouTube の機材すごく買ってもらったので、もうお願いだからこれ以上買わないでって何度言ったかわからないぐらい、それで喧嘩にもうこれ以上買わないでお願いだからっていうぐらい喧嘩になりなったんですけど、なってはないけどなりそうになったんですけど、それぐらいねなんか途中でねあのパソコンもね私気づいたらパソコンも買っててね、パパびっくりしちゃって、なんかいくらかけてるのと思ったんですけど、なんかまあなのでなんかもう誕生日プレゼントもういりませんと言ったんですね。こんなにあのまでしてもらっても申し訳ないからっていうのを言ったんですけど、とは言ってもなんか美味しいケーキとあの美味しいワインでいいですっていう風に言ったらね、そういえばあのメゾンド藤井さんっていうフレンチのお店があるんですけど、そこ昼間もやってるので夜はね子供たち連れてはいけないのでそこに行きたいなって一応言ってみたんですけど、もしコロナ禍でねまだ潰れてなければ結構飲食店ねあの厳しくてやっぱ潰れてしまうお店があるので、潰れてなければねそこに一緒に2人で2人だけでご飯を食べたいですっていうのを言ったんですけど、果たしてメソンド藤井さんはちゃんと生き残っているのか心配ですね。そこはねパパがねプロポーズしてくれたお店なんですけどすごく美味しくてね本当にびっくりするぐらいで、ワインもいろいろあって、なんか一つの料理に対しておすすめのワインを一つ出してくれるお店なんですよ。なんか少しずつちょっとずつワインだけじゃなくていろんなお酒をシャンパンから始まっていろいろ出してくれるんですけど、もう最後にはね私ベロンベロンになるんですけどとにかく美味しくてお酒も料理も、そこはねもうどうなってんのかな。そこにね一緒にご飯を食べに行きましょうって言ったんですけどね、もし潰れていたらお家で美味しいワインとチョコレートケーキでお祝いしますかね。これでヒリーの親株仕立てが完成しました。シャキーン。全部見れないからね、後で綺麗に写真を撮りますね。こんな感じですね、帽子用はもう本当になんかシャキーンって男前って感じのヒリーになっています。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。